小笠原油コウモリは、哺乳公翼種目、ヒナコウモリか油コウモリ属に分類される、翼種類。1915年に、模式標本1頭をもとに新種として記載されて、以降、確認されていない。19世紀末に、小笠原諸島母島で採集されたとされる、模式標本1頭のみが記録されている。同標本は、大英自然史博物館に所蔵されている。 模式標本は、頭道十3 7リ、mm、メートル、3 1長三十ミリ3 0トル。体毛は黒っぽい。外形は、油コウモリの幼獣に類似するも小型で、頭骨は小さく量の発達が悪い。最終者であるトーマスの記録には、次回は短く、その先端部は悪い。体の毛色は黒色で、皮膜は黒褐色、次回。 ジ主とも先端部が丸い。頭骨も小さく、幅が顕著に狭いと記されている。分類学的な位置づけは、はっきりしていない。かつて、トーマスの記した頭骨の特徴から、本種は、日本国内に広く分布する、アブラコウモリピエイブラマスのグループではなく、中国、インドフィリピン及び東南アジアに広く分布する小型で、頬骨の発達が悪いインドアブラコウモリピ、 コーアマンドラグループに近いとされていた。しかし、上記の理由、及び唯一現存する、模式標本の頭骨が破損していることもあり、現在この考えは保留されている。またこの記述から、この模式標本の本当の最終場所は、東南アジアのいずれかであり、小笠原諸島母島の記載は5期と考える学者も、いる。全くわかっていない。2020年時点で、 IUCN 及び環境省レッドリストでは絶滅として判定されている。一方で新種として記載された1915年以外に確かな記録がなく分類の再検討が必要とされており、2006年の IUCN レッドリストでは情報不足に位置づけが変更されたこともある。さして飛翔力のないヒナコモリカが海洋島に分布する例は極めて稀であり、ゆえに 模式標本が本当に小笠原諸島母島で採集されたかどうかも極めて疑わしいとされている。なお、小笠原諸島では近年に至って本種とおぼしきコウモリの目撃例が相次いでいるが、どの情報も信憑性を欠き、未だ生存を確認するには至っていない。絶滅、ありがとうございます。